大倉子笑う悪魔るこましはたたでででれあ最初の時は里方の両親が心配して円満に収めた。 2度目には仲人が中に入って話をまとめともかく彼女は再び夫の家に戻ることになったこういう紛糾が何よりも博士の神経をいら立たせたその都度2人以外の人に知られたくない私生活の秘密まで遠慮会釈もなくさらけ出されて非難を浴びたり同情されたりする。 実に対面を気にする彼にとってはたまらなくつらいことだしかしそれにも増して心を曇らせたのは妻の家での原因にある忌まわしき疑惑を抱かざるを得なかったことだそれは妻と助手の B 青年とそんなバカなことがあってたまるものかもちろん何の証拠もない ただ漠然とそういう感じがするというだけだがしかし彼のように異常なる想像力の所有者には時として不思議に予感が的中することがあるからあながち邪水とのみ決めてしまうわけにはいかなかった彼にこの疑念がなかったら彼女の希望通りとっくに離婚していたかもしれないたとえ懇望してもらった妻だといっても そこには男の意地もある嫌がって飛び去っていく女に連連と引きずられるのは不見識だと心に鞭打ってはみるがやっぱり思い切れなかった彼の嫉妬心はなかなかそう淡泊に処置をつけてくれないのだ研究室に閉じこもって研究に没頭するはずの時もひとたびこの疑念が心の中に頭を持ち上げてくると 何も手につかなくなくる B 青年を博士自身の使用で外出させたのにもかかわらずその帰りが10分15分遅れたとなるともうじっとしていられなくなるイライラしながら室内を歩き回って電話口に妻を呼び出して在費を確かめたり小遣いの口裏を引いてみてそれとなく様子を探ってみたりする。 それからそれへと妄想をたくましうして果てしなく疑惑の渦に巻き込まれてもたえ苦しむのだが表面はあくまで平静を装って優しく物柔らかな態度を一度も崩したことはなかったそのくせ彼は進んで真偽を正し安心を得ようとはしなかった恐ろしかったのだ疑いのうちはまだ脈がある 妻の口からそれと告白されては100年目だ今のうちなら何とかだろう早く災いの根源をのぞいてしまわなければそうだと彼は心につぶやいた1か月目に送り返されてきた妻の顔を見ると博士はこんなことを言った 本当にすまなかった何もかも俺が悪かったんだよ思い違いをしていたんだ俺はお前をあまりにも束縛しなかった自由に任せすぎていた悪く言えば顧みない仕打ちだったとも言えよう無関心極まるとも言えようしかしそれはみんなお前を信じきっていたためだったのだが 俺が思い違いをしていたというのはそこなんだ彼は横目で妻の顔を見た15も年下の彼女は何を言い出されるのかとハラハラしているらしく大きな目をいっぱいに見開いて息を詰めて聞いていたお前の目にはさぞ俺が冷淡に見えたろうね書斎にばかり閉じこもっていて相手になってくれない お前は寂しかったんだ。物足りなかったんだうちが嫌いになるのも無理はないたった一人の娘それもまだ小学校も出ていないというのに西洋人につけてパリにやって寄宿舎に放り込んだ時も俺のことを冷酷な人だと言って恨んだなだが俺は娘の遠い将来を思って お前の泣き言なんかに耳も貸さなかった一体俺はあまり前途のことに走りすぎて目前のことを忘れているというような傾向があるな例えば妻や娘を幸福にするのは俺が偉くなって出世するより他ないと信じるさあそうなるとその出世ということを目標にして一心不乱に盲信し,していく 足元の過程なんか蹴飛ばして帰り見ないまるで自分の立っている崖が崩れるのも知らないで先へ先へと進もうとする悪い癖だ遠い幸福の影を追って目前の幸福をつかみ損ねている俺の愚かさを今度という今度は通説に感じたよ温かい家庭こそ 何者にもかえがたい幸福じゃないか。遅まきだが、これから本当の生活に入ろうと思う。夫は家庭を顧みない。妻とは別々の生活をしているって言うんじゃ、妻が家出をしようが何をしようが文句を言う資格はないじゃないか。まったく、俺が悪かったんだよ。初めて目が覚めたんだ。 これからは二人して大切に家庭を守って、お前と俺と二人きりの世界を作って楽しく暮らそうじゃないか。実はそう考えたので、お前には相談しなかったが、かねての俺の決心を実行したんだよ。妻は不安そうな顔をして聞いた。決心って突然で、 お前は驚くかもしれないが、実は昨日辞表を出してしまったんだよ。まあ、やめておしまいになったんですかうん。と、博士は深く頷いた。どうしてそんなに急に、まあ。それが俺の謝罪なんだ。お前にお詫びをする意味なんだよ。 社会上の地位を得ようの出世しようのっていうのはみんな俺の教栄から起こったことでそのために長い間大切な妻にとんだ苦労をさせたかと思うと申し訳なくってね急に辞める気になったんだまあ俺の気持ちも少しは組んでくれ虚偽の衣をからぐり捨てて真の生活に入ろうとする門出だ第一に辞表を出すべきじゃないか 博士は愉快そうだった。が妻は寂しそうだったじゃあ研究室へももうおいでにならないのうんたまには遊びに出かけることもあるかもしれないがそうと彼女は力の抜けたような返事をしてしばらくためらっていたが じゃあ、B さんはどうなすったのと言って、さっと耳たぶを赤くした。A 博士のところで研究を続けることになった。俺が口添えしてやったんだよ。まあ、ちっとも知らなかった。あなたのお口添えだったら、B さん、さぞ喜んでいらしたでしょうね。と何気なく言ったが、 その語尾はかかすに震えていた。喜んでた礼に来たいと言ったが断った俺たちの新生活はそうお安く人にはのぞかせないんだって言ってやったら B 君目を丸くしていたぜ <laughs> まあ当分すっかり落ち着くまで来てくれるなって断ったんだよ <laughs> 博士は上機嫌で言い続けた「まるっきり遊んでいるのも退屈だからお前に手伝ってもらって午前中は書斎で仕事をやり午後は園芸でもやろうかと思って裏山には鉄条網を張らせ裏庭をすっかり植木屋に地ならしさせておいたんだ」「一緒に来てみないか」彼は立ち上がってさっさと歩き出した。 長い間打ち捨ててあった広い地面に急に家を建てたのもこうした計画があったからだ彼女は地盛りをしたばかりのやわらかい赤土の上を踏みしめながら彼のあとについて歩いたそれからは何のかなと言って彼は少しの間も彼女をそばから離さなかったもちろん単独の外出は許さなかったし 郵便物さえも密かに開封し一応目を通してからまた元のように封じて渡した電話はいちいち取り次ぎの言葉を受け取らせたこうして全く外界との交渉を断たせて博士は初めて朗らかな気持ちになれたのだったが妻にとっては牢獄にも等しい生活だったろうある日 ふとした言葉の行きがかりをきっかけにしてとうとうまた夫の家を逃げ出してしまったそれが3度目の家で出会った2夫人はのびのびした長いトンネルを出たようにほっとして里へ帰った 夫と里との間を仲人が幾度か往復しているうちにいくつきか過ぎた B 青年と彼女との関係をうすうす感づいている両親は娘の将来を思ってこの際感情などに支配されず無理やりにも婚回に返すことが得策だと考えた仲人と協力して無理やりに彼女はまた博士のもとへ返されることになった 博士は喜んで妻を迎えた一年の間に新築の家が幾分古くなって庭の樹木もすっかり落ち着いていた彼の髪に白髪が少し目立っていたこんな犬を飼ったよ何がなお愛想をするつもりで彼は夫人を裏庭に伴って行ったそこには青いペンキ塗りの 物置ほどの大きさの犬小屋ができていた鎖でつながれた茶色の刀剣がどう猛な面をしてこっちを向いていたが見慣れない彼女を見ると突然恐ろしいうなり声とともに小屋から飛び出して吠えついた「バスター、こら奥様じゃないかご主人様に吠えるやつがあるか」彼は笑いながら犬を叱った。 その声ですぐおとなしくななった。なんてまあ怖い犬なんでしょう飼い主には素直なんだお前にもすぐなれるよ懐くととてもかわいいんだ命令はよく聞くしね俺一人で寂しかったから買ったんだよ子犬だったがこんなに大きくなって。 もう、こんな犬、お買いになったんですかうん。75円で買ったのさ。強そうですわね。お話にならないんですの話しちゃ大変だ。何しろ刀剣だからな。危険なんだよ。それに悪いことばかりしてね。生き物と見たらただ置かないんだ。 みんな殺しちまう。残酷なことをするぞ。猫なんかは、くわえて一振り振り回して、ポンと地べたへ叩きつけるんだ。すぐ死んじまうよ。もう、なぜ逃げないんでしょう逃げられなくなるものと見えるな。一度なんぞもこんなことがあったよ。バスタに追い詰められた可愛い白猫が、 棚の上に逃げ上がったんだどうするかと思っていたらバスタのやつ棚の下で一日張り板をしていたそのうちに猫の方が疲れてきて足を滑らして落ちちゃったあっという間に胴なかを食い破って殺しちまったどんな猫でも 追い詰められると叶わないと知りつつきっと一度は向かってくるもんだなどうせ負けると知っていながら必ず犬の顔にかぶりついてくるだからバスタに殺された猫はみんな腸を食い破られている見ろバスタの面もあの通り傷だらけだいたずらに殺すんでしょうか そうでもないようだな殺した猫はすぐ畑の中に埋めておくよ腹がすいたら掘り出して食うつもりなんだろうねたまらないわね私なんかうっかり庭へ出ることもできやしないわ大丈夫さこの通り厳重に鎖でつないであるんだからでも獲物を見たらこの鎖ぐらい切っちまうんじゃないの まさかこの鎖は切れないさそれにもうこの近所の猫はみんな殺し尽くしちゃったんだよ仕方がないもんだから遠方の養豚場まで遠征に出かけて小豚なんか引きずって帰ってくる呆れたやつだ養豚場の男がこん棒を持って追いかけてくるがこいつの足がまた速くって どうしても追いつけないそうだ私、怖くなったわ。こんな凶暴な犬誰かにやっておしまいなさいよああその晩酔いのうちから犬が盛んに遠吠えしていたうるさいなあ。 どうして今夜に限ってあんなに吠えるんだろう博士は舌打ちしては廊下に出て犬の名を呼んで叱った主人の声を聞くとちょっと静かになるがやがてまた一層激しく吠え立てた彼女は何となく不安な面持ちをしていたそれをまた博士はチラリチラリと横目で見て妻の心を読みながら よく吠えるな誰か来ているのかもしれない。と言って、また彼女の目を見た。本当に、誰か来ているんでしょうかと立ち上がって、急にそわそわと落ち着かない様子をして。あんまり吠えるんで、なんだか気味が悪い。私、一体見てこようかしら。あの、 なを。に、お前が行くには及ばないさ。庭を見回るなら俺が行く。と言ってついと立ちかけるのを彼女は慌てて押し止めて。うちの中の戸締まりだけを見ればいいんですから私がします。庭はパスタが番号してくれるから大丈夫だわ。あんなすごい冒険が頑張ってくれるんですもの。 泥棒なんか入ろうったって入れやしないわよ安心してもう休みましょう彼は置き時計に目をやっておやもう10時過ぎてるそろそろ寝るとしようかね彼女は寝苦しそうに寝返りばかり打っていた彼は安らかないびきをかきながら妻の方を向いてよく眠っていた 犬のけたたましく吠える声妻は夫の寝息をうかがうように耳を澄ませながらそっと起き上がった寝巻きの裾を引きずったまま忍び足で部屋を抜け出そうとしたがドアのところで立ち止まって振り返りじっと目を据えて寝台の方を見た彼の深い眠りを見届けたのだろう 安心したらしく足早に開花へ降りていったそれまでじっと熟睡を装って様子を見ていた彼は妻が廊下へ出るとほとんど同時に羽を着てひそかに後をつけていった庭園に面した縁側の雨戸を1枚くって夫人は外を見た 涼しい夜風がさっと顔をなでたいい月夜だ妻は身動きもしないでこんもりとした庭の木立を透かして眺めたやがて何を認めたのかはっと身を引いて自分の周囲を見回し浴衣の裾を託し上げて庭桁を突っかけるとよろめくように23歩外へ出たその時博士もまた 彼女の行く手の植え込みの中に黒いものの動いているような影を見たその瞬間彼の心の底に食い入っているある疑惑が蛇のように頭をもたげてきて非常な勢いで嫉妬心を煽り立てた黒い影とっさに彼はそれを B 青年だと直覚したしかし たたしてそれがだだったのだろうか。風に動いている樹木の影ではなかっただろうかがそんなことを考えている余裕はなかった彼の頭には不貞の妻への嫉妬と B 青年への復讐それよりほか何もなかったのだ月光を浴びた妻の横顔の麗しさを燃えるようなちばしためでにらみつけていたが 彼女を傷つけようという気は少しもなかった。むしろ恨みは相手の男の方にあった。彼は夢中で犬小屋に駆けつけ、B 青年を心に呪いながらバスタの鎖を切った。ものすごいうなり声とともに猛犬が飛び出し、疾風のように飛びかかった。はぁ、あ、腹綿を絞るような恐怖の叫びを聞いた。 それは夫人の声であった四寝台の上で正気に帰った彼女の顔は頬から頭へかけてものものしく包帯が巻いていたぽっかりと大きな目を開けてじっと一つところを見ていた妻は急にはっとしたように飛び起き いきなり包帯に手をかけてむしり取ろうとした博士は心配顔に付き添っていた震えている彼女の両手を押さえて「何でもないちょいとした怪我だそんなに心配することはないよ」と言いながら妻を抱くようにして寝台の上へ横たわらせ優しく慰めるのだった。 こんなに大げさに包帯なんかまかないだってほんのちょっと犬の歯が当たっただけだったのにえ犬の歯と言ってけげんな顔をしていたがだんだん意識が明瞭になってくるに従って今夜の恐ろしい出来事の全てを次々に思い出してきた彼女は身震いしながら半分独り言のように言ったでも どうう。しして話してあったんだろう確かに夕方見た時は太い鎖でつながれていたここにも自由を奪われたものがあると思って私バスタに同情してやっていたのにそのバスタが私に食いついて。と包帯の上からそっと頬に手を触れて。 本当にぼっちりの怪我なの大したことじゃないんですかそれにしても顔をかまれるなんて犬の歯形がほうに残ったらああどうしよううかうかと庭に出たばっかりにとんだ目に遭っちゃった取り返しのつかないようなことをしてしまって妻は悔しそうに唇をかんでいたが 涙は包帯の上を伝わってシーツを濡らした博士は痛ましそうに見やりながら自分のハンカチで目頭を拭いてやっていた「鏡鏡を見せてください」彼の方へ腕を伸ばして「鏡が欲しい」と言ったその真っ白な柔らかい手を彼は大切そうに両手の中に挟んでさすりながら いとおしくてたまらぬというような様子をして言うのだった鏡なんか見ないだっていい傷はほんのちょいとだ後になんかなりやしないから大丈夫だよでも鏡が見たいの持ってきてくださらないならいいわ私が取りに行くからああ起きちゃいけない俺が持ってきてやるから 彼の表情はこの妻の不慮の災難を心から悼むように見えていたがその瞳の中には残忍な喜びのひらめきがあったそれを見逃さなかった夫人は部屋を出て行く夫の後ろ姿をにらみながら小声でつぶやくのだった「そうだ確かにそうだ」 あの人が犬の鎖を切ったんだ。私は復讐されたんだ。喜んでいる。喜んでいる。ああ、あの人は喜んでいるんだ。卑怯者を。私だって、復讐してやる。きっと復讐してやる。 博士は小さな鏡を手にして戻ってきた妻はそれを受け取って鏡の中を覗いたが顔中真っ白な包帯に包まれたのを一目見るといきなりそれを放り出して怒りに燃えた火のような目でじっと彼を見たやがて次の瞬間には彼女は両手でまぶたを押さえてシクシク泣き始めた彼はいじらしそうに、 泣いたって仕方がないその代わり俺が仇は取ってやったよバッサはすぐピストルで撃ち殺しちまった彼女はひとしきり泣き終わると彼の方へ手を差し伸べて言うのだったもういっぺん鏡を見せてちょうだいどんな恐ろしい顔になっちゃったでしょうああどうしよう 信頼の上で身をもらえて、また泣き出した。心配することはない。顔なんかどうだっていいじゃないか。だってだって、顔に傷ができたら誰だって嫌になるでしょあなただって。冗談じゃない。顔なんかで俺たちの間がどうかなるものか。女房は飾り物や元老物じゃないからな。 お口じゃそんなことをおっしゃったって。まだ疑ってるのか。いつになったら俺の心がお前にわかるんだろう。極端に言えばさ、お前の顔がライを見たようになったって俺の愛情は変わらないんだ。犬にちょっと噛まれたくらいがなんだ。ほんと当たり前さ。 そんなにも私を愛してくだすっていたのに。ああ、どうしよう。私すまなかったわ。あなたのお心がどうして私にわからなかったんでしょう。なんとお詫びしていいか。彼女は涙にむせんで後が言い続けられなかった。もういい。もういい。過ぎたことはどうでもいい。 お前ばかりが悪いんじゃない俺にだって落ち度はあるもう泣くなお互いに過去は清算しちゃって新しい生活に入るんじゃないか過去は何もかも許してくださるのねそうさ俺だって許してもらわなきゃならないんだよわがままばかりしてたからね本当に あまり真剣に言うので彼はふと不安な気持ちになったそんなに謝らなくったってそれともまた何か特別に謝らなくちゃならないことでも重大なことでもあるのかねあるなら言っちまえよその方がお互いにさっぱりする どんなことでも、決しておこりにならないんでしょうねもちろんさ。きっとね。大丈夫だ。お詫びというよりは、むしろ、お願いなんですわ。まあ、なんでもいい。早く行っちまえよ。気が揉めるじゃないか。なんでも聞いてくださる 聞いてやるよ。どんなお願いでもおうん。妻は涙をこぼしながら、博士の手の甲へ唇を押し当てた。ああ。あのパスタが狂犬だったら、私は死ぬでしょう。私が死んだら、私が死んだら。何言ってるんだ また犬のことなんか言い始めて。い,いえ私が死んだら娘は一生何も知らないでしまうのかと思うとあの娘は本当のパパが誰であるかも知らないであなたをお父様だと思って彼の顔から血の毛が急に去った。 唇がかすかにけいれんしている。本当のお父様の名を教えてやって。私死にたいんですの。ろん、あなたはお許しくださるでしょうね。残忍な喜びのひらめきが。いいな。むしろ勝利の嘲笑が。今度は。 彼女の瞳の中に輝いていた 5. 書斎から出てきた白木博士は珍しく笑顔を見せて「もうそろそろ初ツが出る頃だな久しぶりで裏山へ行ってみないか」。秋晴れで空気が澄んでいた。 飛行機の爆音が遠ざかってしまうと急にひっそりとした。えのきのてっぺんでモズが泣いている。夫人は寂しそうな微笑を浮かべて。お一人で行ってらっしゃい。私、実験室のそばを通るのが気味が悪いから。まだそんなことを言ってるのか。あれからもう何か月経ったと思ったるんだ。彼女は、 答える代わりに小さいため息をした庭男のバカを帰らしてから変なうわさも消えてしまったじゃないかあいつがデタラメなことを言いふらすものだからやれ実験室から犬の悲しそうな鳴き声がするの機械戸棚が一人でに動き出すのってくだらないありゃみんなあの男の作り事なんだそれを真に受けて田舎者が怖がるのはいいが お前まで一緒になってそんな愚な噂を信じるってことはないと思うだって気持ちが悪いんですもの本当なら実験室を焼いてしまって新しく建て直すといいと思っているくらいなんですわなんだかこう不気味なものをしょっているような気がしておまけに評判が立ってから締め切りにしてあるし誰も行かなくなったんで雑草がはびこって道もわからなくなっちゃった ああれじゃ本当に化け物が出そうですわ。夫人は杉氏世の出来事をまた思い出した主人のピストルで撃ち殺されたバスタは実験室で解剖されそのまま裏山の菓子の根元に葬られたがその後のある日庭男が実験室内の掃除をしている最中に機械を入れた大きな置き戸棚が 床の上を少しずつ滑り出した変だなと思って見ていると今度はその中から「犬のうめくような声がした」と言って青くなって逃げてきたなるほど戸棚の位置は少し曲がっていたが別に怪しい者の,のうめきなどは聞こえなかったが庭男は怖がって何と言っても掃除に行かなくなった。 村のの人たちにそれをしゃべり回ったのだろう実験室には犬の幽霊が出るという評判が村中に広がったそれ以来白木博士以外のものはうちの人でも近寄らなくなった裏山へ行くにはどうしてもそこのそばを通らなければならなかった裏山は雑木林がどこまでも続いていた 木の実を拾いに村の子供たちが集まってきていい遊び場所になっていたのだがそれが騒々しくってうるさいというので鉄条網を巡らして入れないようにしてしまったが実験室に化け物が出ると噂されるようになってからは鉄条網を張る必要もないくらいで誰一人入ってくるものはなかった後になって分かったことだが 床が幾分傾斜になっていたために滑ったのだということで別に不思議はなかったがやはりなんとなくその付近は嫌がられたこのごろでは主人でさえ用事のほかはあまり行かなくなったのですっかり荒れ果てていた俺と一緒だからよさそうなもんだかなあ白木博士はちょっと嫌みを言った 夫人は苦笑した。それとはっきり口に出しては言わなかったが何かにつけて B 青年のことがいまだにこだわっていて彼は二言目には嫌みを言ったそれに引き換え夫人の方は「ほの傷跡を記念として B 青年のことはきっぱり思い切ろう」と決心していたのだった恐ろしい出来事が精神的致命傷となって 彼女の生涯はもう終わったものと心ひそかに諦めていた傷が癒えた時を境に生まれ変わったように落ち着いてすっかり家庭の主婦らしくなったそれを第一に喜んだのは里の両親だったやっとあれもこのごろは収まったと言って安心したまるで人が違ったかのように物静かな おとなしい奥様になったのを見て白木博士は「やはり男は偉いなついに俺は彼女を征服した」と心でほくそ笑んでいたがそれも最初のうちだけで気を減るに従って今度は魂の抜けたような妻が物足らなくなったかつてはそれを望んでいた彼だのに。 仕方がないから生きているって風だな。とか、お前は気に張りというものが全然なくなった。どうでもいいという様子が見える。俺は人形のお相手をしてはいられないんだぞ。と当たり散らした。夫人はただ唇に寂しい笑みを浮かべた義理で口答え一つするではなかった。あの夜 夫人は白木博士の本当の心が分かったので運命に服そうと深く心を定めたのだった夫は妻の頬を傷つけようとしたのではなかったそこに B 青年がいたならば彼は到底頬の傷くらいでは済まされなかったろうと思うと断念することが B に対する彼女の義務であると考えたのだ。 彼の身代わりに受けた傷だと思えば、夫人は、醜い方の傷跡が、愛おしくさえなるのだった。六。夫人は夫の顔を見上げて、ではお供い,いたしましょう。不祥部署に立ち上がり、 落ち葉を踏みながら歩いた。雑木林は果てしなく続いていた初ツを探し探し鏡ながら歩いているので夫人はじきにくたびれた時々ほっとため息をついて立ち止まっては小杖を仰いだ青い空が茂った葉の間から見える初ツはなかなか見つからなかった 村の子供が入り込んでいる頃にはあんなにもたくさん出ていたのかと思うほどザルいっぱいに取って帰るのを見た田舎の子はこういうことが上手なんだと彼女は感心した肝心の初酒は取れなかったが落ち葉の上に転がっている栗はだいぶ拾っただんだん林の奥へ行くうちにどこからともなく嫌な 鼻をつくようなにおいが風に送られてくる白木博士は立ち止まって「くさいなあ変な臭気がする怪しいぞ」と独り言を言いながらそのにおいのする方へズンズンと歩いてゆくのだった夫人はハンカチで鼻を覆いながらふと顔をもたげた。 弦先の椎の家の枝にぶらりと垂れ下がった異様なものを見た彼女は驚いて後ずさった博士も目を見張って立ち止まった人間だ確かにそれは人の死体にそういなかった木のだから夕日が差し込んで頬とおぼしきところを照らしていた周期は 「そこから風に送られてくるものと分かったまるで雨ざらしにあった大きなちょうちんのように中はガランドで首と肩の辺りだけがかろうじて枝にぶら下がっているのだった両腕も内臓も一色たに抜け落ちてコールタールのように真っ黒くドロドロして死体のある真下の地上を一面に黒ずませている」。 夫人はじーっと見ているうちに最初の恐ろしさはだんだんに薄らぎ同情の念で胸がいっぱいになった何とも言えず寂しい物哀れな気持ちになって見ず知らずのこの人のために手を合わせて拝んでやりたいような感じがしたこんなになるまで発見されなかったのはキノコ狩りの子どもらも入らないようになったからであったこの付近は 一にに山林や畑ばかりに取り取囲まれていてい隣といっても一丁余りも隔たっているので誰も首くくりがこの裏山にあることなど知らなかったのであろう白木博士はそこにとどまり夫人に命じて女中を駐在所に走らせた急報に接して警官が飛んできた程なく警視庁からも刑事部長捜査課長警部 鑑識家の技師、地方裁判所からも余震判事検事なども検証のために出張した博士は自分の地内の裏山にこんな変死体が発見されたということを非常に迷惑しているらしかった警視庁の人々も彼に対してひどく気の毒があった鑑定書には死因不明とあったどこのものとも判明しなかった 刑事は棒の先で地上にうず高く落ちているお物の中から着物を引き出して引っ張っていた腐った肉や油がこびりついていて柄もわからなかったが細かいかすりの大島紬らしいと言った近くに精神病院があるので多分そこから逃げ出した患者が迷い込んで自殺をしたものだろうというものもあった。 夫人は蒼白な顔をして刑事の引きずり出した着物を見ていたがふと顔を上げて夫を見たその目には異様な光を帯びていた七。警察の人たちが引き上げてしまったから夫人と夫と 珍しく書斎の椅子に差し向かいで腰掛けていた夕飯はまだか。彼女は目を丸くしてまああなたごはん召し上がれるの私はもう気持ちが悪くってそりゃあいけなかったな久しぶりでたまに一緒に散歩したと思ったらあんな不愉快なものを見たりしていいえ 私あの首くくりを見たんで気持ちを悪くしたんじゃないんですのあの地上に落ちていたべっとりと油のようなものがねばりついていた着物ねねえあなた私はあの着物に見覚えがあるように思うんですのあお、なんだあの首くくりの着物にか そんならなぜさっき警察の人に教えてやらなかったんだ言ってもいいでしょうか言わなくっちゃいかんじゃないか博士はちょっと叱りつけるような口調で言ったそう本当に夫人の目は憎悪に満ちていたきっと夫の顔を真正面に見据えてやがて 物狂ごしそうに身を震わせて、もだえながら飛びかかって。卑怯者なんであの人を殺した私は、私は、やっと今何もかもわかったんだ。あの晩、犬と一緒に B 青年を殺して、この悪とめ泣き叫びながら、夫にむしゃぶりついた。 博士は冷めた微笑を唇に浮かべながら静かに夫人の体を押しのけて今頃やっと分かったのかまあそんなに騒ぐなよ彼は落ち着いたふだんの態度を少しも崩さずに言葉を続けて詳しく説明してやろうがね その方がお前も特心がゆくだろう。お前は B 青年を俺が殺したと思っているらしいな。それは誤解だよ。俺はまさか、あんな男なんかを殺しはしないぞ。あまり見くびってくれるな。B は、自殺したんだ。あの晩、 お前もあいつが忍んできていると思ったんだろう。お察しの通り俺がバスターを撃った時あの男は庭の植え込みの中にすくんでいたそれだけだって俺の方には言い分があるぞ深夜他人の邸内に入り込んでいれば盗賊と見なされたって仕方がないじゃないかなんという見下げ果てたやつだろう。実にけしからん真似をする まったく俺もあの男ばかりは見損なった。何をあって庭の暗がりに潜んでいたんだろう。しかしあんなハレンチャな奴を相手にしてやせん。あ,あ、彼は俺に顔を見られたので、大方殺されるとでも思ったんだろうよ。身動きもできなく小さくなっていた。 いかなるご制裁でも受けましょうと言わんばかりに身を投げ出した形だな。だが、俺は殺しやしない。ただ、あいつを捕まえて監禁しておいたばかりだ。んなあに、実験室の置き戸棚の中へさ。どういうわけか知らないが、 あの事件以来お前の態度が変わって急に俺に優しくするようになったな。それを幸いにお前を実験室に連れて行って二人で親しくしているところをあの小窓から覗かせ、あいつに見せつけてやったんだよ。毎日毎日。するとやっこさん、もうヘトヘトになっちまって。もっとも、 水も飯も食わせなかったんだからね声を出して救いを求めようにも猿つわをはめてあるからどうしようもないんだある日俺が「どうだ」と声をかけてやったら手を合わせて泣きおったよ「死なしてください」って神妙なことを言うじゃないか お前の心変わりもやっと認めたと見えるんだもうそのころは生も紺も突き果てていた俺が黙って戸棚を開け裏山へ連れて行ったら彼は喜んだ未練らしくお前の部屋の方をじーっと見ていたそうして泣いたよ 障子に,いいにぼんやりとお前の横顔が映っていたっけしばらくそれをはるかに眺めていたが丁寧に頭を一つ下げたそれから自分のへこびを木の枝に引っ掛けて自殺したんだよ博士はことも投げに 意図平然と言ってのけた。つまり彼は自分の罪に服したのさと付け加えた八普段早起きの白木博士も夫人もどうしたわけか 今日に限ってもう10時だというのに寝室を出てこなかった女中は掃除をすっかり済ませて食事の支度を整えて待っていたがついに昼近くなってもまだ姿を見せないので次の間からそっと声をかけたひっそりとして返事がないふすまを細めに焼けてみて驚いた白木博士は 布団から半身を乗り出して死んでいた薄く目を分けたまま唇を土毛色にしていたがその傍らの彼女はまるで眠っているように苦痛の跡もなく静かに横たわっていたものすごいほどの青さがなかったらおそらく女中は彼女が息を引き取っているとは思わなかったろう剣士の結果、 博士は脳一血、夫人は多量の睡眠剤を服したものと判明したパリに留学中の一人娘へ送った夫人の告白をもしも握りつぶしてしまわなかったならばいかなる方法をもって夫人が博士を殺害しそれが脳一血であると誤診されるに至ったかが明白になったであろうが世間の人は。 彼の死を自然であると信じて、疑うものはなかった。